4年の鉄棒です。現在8位です。加藤の得点 9.20 ということは、池谷高校2年生の2位が確定しました。やりましたね。さあ4年です。トカチェフが入ります。もう1回三中だ。両手をついて、これは失敗ですよね。いやでもああいう大技にどんどん挑戦してもらいたいですね。そうですね。まあ、あの世界選手権の反省でね、まあ、これまでロサンゼルスオリンピックの頃までは技は世界のトップであるという話してましたが、はい、世界選手権を見ててやはりトップだということはちょっと難しく言えなくなってきたんじゃないですか。そうですね、それはありますね。それでやっぱりそのミスがよく出るということ、これはもう体力不足から来ることかも分かりませんね、はい、それともう一つはやっぱり精神的にちょっとこう弱くなってんじゃないかなという気もするんですね。その4年の三中失敗したところ着地、これ男子のね、いわゆるナイキ国内の